聖書っていうのは、いろいろなスタイルの文学を集めたものなんですよね。物語とか詩とか、散文とか、僕たちにとっては馴染みのある文学です。ええ、物語といえば、半沢直樹やジブリ映画なんかを思い浮かべますよね。詩もわかりますよ。宮沢賢治とか米津玄師の歌詞とかでしょう。散文に至っては、新聞記事だのエッセイだの、目にしない日はありません。 今例に挙げたのはこの時代この地域で生まれたという点で日本文学と言えますよね他の時代で言えば中世に書かれた英文学もあれば古代ギリシャの書物もあります時代や文化によってそれぞれ特徴を持つ文学があるってことですねだから聖書を理解するためにはそれが書かれた時代や文化を意識することが必要なんです じゃあ古代イスラエルの文学の特徴ってどういうものなんですかまず物語や詩の中で現代の読者ならあって当然と思うディテールが省略されているのが大きな特徴ですだからシンプルな文章に思えますこれって実はすごく洗練された文体なんですよ残されたディテールには全て大きな意味があるんですでもディテールがないと物語に曖昧な部分も出てくるでしょう 例えばアダムとエバのストーリーを例に挙げればヘビはどこから現れたんですか神はヘビを締め出しておけばよかったのにアダムとエバはどうして神が言った通りにその場で死ななかったんですか女の子孫でヘビを殺すけれども自分も噛まれる人って誰ですか本当にたくさんの謎が残りますよねこうした疑問の中には著者にとって重要でないものもありますが中にはあえて曖昧にしているところもあるんです あえて曖昧にそんなことしたら読者がいいように解釈しちゃいませんかその危険はありますよね私たちはどうしても自分の文化に影響されながら聖書を読んでしまいますからでも聖書の著者たちはそれでもこの書き方がいいと思ったみたいです謎があるからこそ聖書を読むのは面白いし発見もあるんですどういうことですか 例えばさっきの蛇を踏みつぶすけど自分も噛まれる女の子孫の例で言えばこの子孫という言葉がミソで経図に注意を払わせる仕掛けになっているんですそしてなんとこの経図は聖書の物語全体を貫いていますエヴァからダビデ王そしてその子孫と続いていますさらに新約聖書に入るとイエスがこの王の経図に繋がっているんです イザヤ書を読むと彼はこの後の王を自分の民のために死ぬ苦難のしもべと結びつけています黙示録には象徴的な幻が出てきますがそれはなんと女とその子孫なんですよこれは自分の命を捨てて竜を倒すイエスそして彼を信じる者たちを指していますなるほど聖書の各巻には曖昧な箇所がたくさんあるけど全てが組み合わされると大きな意味が見えてくるんですね そこが聖書のすごいところなんですよこういう本だから全体を読みあらゆる箇所を照らし合わせることで理解できるんですなんだか複雑そうですね僕にはそんなことできるかな自分一人では難しいでしょうねそれにすぐに全部わからなくていいんですものすごく内容の濃い本ですからゆっくり注意深く生涯をかけて何度も何度も読みながら聖書と対話するようにして発見していけばいいんです 思い巡らしながら読む本なんですね。 そういうことです詩篇一篇には理想的な聖書の読者が描かれていますこの人は朝に夕に聖書の言葉を黙想しています黙想という言葉はヘブル語だとつぶやくとか静かに口ずさむという意味なんです毎日聖書をゆっくり静かに声に出して読みそれから友人たちとそれについて話し合いよく考えつながりを発見しそれらが意味することを見出しなさいということです そのうち聖書そのものが語りかけてくれるようになると驚くべきことが起こります聖書があなたの心を照らし出すのです聖書の著者たちはこの物語があなた自身の物語になることを願いながら書いたからです古代イスラエルの文学スタイルはとても個性的な物語と詩と散文を生み出したんじゃないですかその通りその文学を次のビデオ物語から始めて順番に学んでいきましょう